今回は人類史上最大の敵と言われている、体のですね、サビと、黄ばみについて今日も同志社大学の米井先生にお話を伺ってまいります。それでは先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、その最大の敵と言われているその体のサビとその黄ばみについてもう少し聞かせていただいていいですか。はいはい、まずサビについてですけれども、はい、本当に人類というか、はい、全ての生物がもう何億年前、はい、あるいは人類だったら何十万年前からですね、サビというか酸化と戦ってきたんですね、はい、体自体がですね、はい、あの紫外線の酸化とか、はい、有害物質による酸化、はい、日々の生活の中で受けているもので戦ってきた、という意味では、うん、まあ、戦ってきたっていうことは体の中にもですね、うん、はい、その酸化に対して対抗する仕組みができているんです。あ、そうなんですね。はい、うんうんうん、特にこう人類っていうのは他の動物に比べると、はい、抗酸化システムっていうんですけども、酸化に対する対抗能力が体の中にできているし、その酸化っていうのはまあフリーラジカルっていうのが原因になる場合も多いんですけども、はい、フリーラジカルを消去する、そういう酵素もできているし、その活性も他の動物に比べて強い、うん、はい、それからあの抗酸化物質をですね、食べ物からどんどん取ってる、自分でも作ってるけども取るっていうことがあって、はい、自分で作るものには抗エンザイム Q10 とかアルファリボ酸とかあるんですけども、ビタミンとかカテキンとか、はい、いろんなものを食事から取って血中のビタミン C とかビタミン E の濃度も高いんですね。そういうことで抗酸化システムは発展してます。あ、もうすでにあるわけですね。そうですね。よかった。でそういう意味で、まあ、対抗の仕方も分かっている、はい、原因も分かっている、はい、ということなんですね、はい、で一方黄ばみという、うん、黄ばみ糖化ストレス、はい、まあ、これは僕が名前つけて、はい、あのまあ、高糖化サプリメント、はい、高酸化サプリメント、こう対抗して作ったわけです。名付けの親ですね。はい、で70年前ぐらい、戦後の混乱期はほとんどなかったんですけども、それからまあ70年経ってですね、その頃の日本人と今と何が違うかというと、やっぱり運動量が違いますね。運動量、身体活動量、例えばお掃除とかね、移動とか歩く量とか、体の中、家の中で動かす運動量全然違う。確かに、なんか思い当たる感じしますね。まあ、便利になったんだけど、その分体を動かしてないんですよ。まあ、物の本によれば 20%、はい、少なく見積もってもですね、はい、10% は低下していると、低下してますいうところですね、はい、一方食事は実はですね、はい、同じぐらいっていう説もあるし、まあ、増えたとしても 5%、はい、胃袋自体の大きさはちょっと変わってないです、はい、70年前と。だけどもですね、若干脂肪分は増えてますね。あ、そうかもしれないですね。それから炭水化物がまあ糖化の原因として大きいんですけども、はい、その食べ方が変わってますね。そうなんですね、はい、昔に比べるとやっぱりせちがらい世の中っていうか、早食いとかね、忙しいから朝食食べてないとか、睡眠不足とかストレスとか、いろんな原因で食後高血糖を起こしやすい、糖化ストレスっていうんですけども、はい、その原因が起きやすい状態で、体が糖化による変化が起きやすい状態になってます。先生、糖質の他にも脂肪の酸化っていうのも原因になるというふうに伺ったんですけれども、はい、脂肪についてはなんかちょっと悪いものばかりなんですか？そうですね、まあ、はい、食品中の脂肪っていうものと体についている脂肪のことがありますけれども、はい、体の脂肪っていうのはですね、実はもともとは人間の味方です。味方なんですね、はい、特に皮下脂肪は寒さから体を守るとかね、はい、それからエネルギーを蓄えとくから、まあ、遭難した時とか有利です、脂肪があった時、はい、あるいはお尻の脂肪はですね、長時間のクッション、座った時のクッションですから痛くない、ね、もしもお尻脂肪がなかったらもう30分も10分も座れないですよね。骨ですもんね。そうです。それから脂肪からはですね、はい、いろんな物質を出します、はい、例えば、がん細胞をやっつける物質とか、はい、それからですね、大事なタンパク質とか遺伝子を酸化から守る、守ってくれるんですね。だから脂肪自体が酸化して相手を守るっていう、そういうような抗酸化作用を脂肪が持ってますから、脂肪細胞の役割は割と防いでるんですよね。すごく重要ですね。それから出血した時に血液を止めるとか、止めるとかもやってるんですか、はい、で逆にですね、もう怖いのは、はいはい、アイドルとかね、私体脂肪が 8% よとか自慢してる、ダメダメですよ。中学生高校生
そんなね、食べなくてダイエットするのはダメです、うん、ダメですか、はい、というのは脂肪はですね、うん、レプチンというものを出すんですけども、うん、実はこれは満腹中枢を刺激してもう食べなくてもいいよってホルモンなんだけども、うん、はい、あの女性のね、うん、卵巣とか子宮とか、はい、その女性の器官を成熟する作用があるんですよ、うん、脂肪にですね。そうなんで闇雲のダイエットしちゃうと、はい、大事なレプチンが出なくなっちゃって成熟できなくなっちゃう、生理不順になって、はい、それから生理が止まっちゃったり妊娠がしづらい体になっちゃうんです。なんで脂肪は必要、必要なんですね。特に10代20代の女性の皆様、あの脂肪本当に大事にしながらですね、あの体を守って成長の大事な時期ですから ね気をつけてくださいね。だからといって 30%、うん、体脂肪が 30% 超えていくと、うんうん、これは肥満で取りすぎダメです。体脂肪はダメです、取りすぎというか抱えすぎもダメでそのラインが 30% 30% ですね。やっぱり 30% 超えてくると弊害が出てくる、うん、あ、なるほどですね。だけど 20%、はい、18% 切っていくと、うん、今度少ない悪い量が、やっぱりちょうどいい服用感な体っていうのが一番ちょうどいいと思います。いいわけですね。そうしたら先生、30% を逆に超えてきちゃうと脂肪今度どういうような、はい、そうですね、はい、いろんなあの、うん、今度分泌するいろんな成分のバランスが狂ってきてですね、うん、はいはい、血栓を起こしやすい成分、血栓を起こす、はい、あるいはインスリンを効きにくくするとか、うん、血糖が上がりやすいとか、はい、まあ、そういったようなことと、うんうん、もっと怖いのはですね、脂肪組織っていうのは自分の仲間を増やしたがるんですよ、うん、そうするとね、もっと脂肪を食べなさい、うん、食べなさいみたいな、運動をするなみたいな、あ、そういう命令を出す。そっか、じゃあ運動しなかったのは私のせいじゃなくて脂肪細胞のせいだった。そうなんですよ、脂肪が脂肪を欲する、欲するという、まあ、多分脳にも作用するんですけども、これすごい名言ですね、脂肪が脂肪を欲する、脂肪依存症ってのがあるんですよ。あるんですか、ね、それはもうアルコール中毒とニコチン中毒と同じところ、ね、に作用して動物性脂肪依存症中毒があります。なので先生 のご研究だと 30% を超えてくるとその可能性が増えてきてしまうと。そうです、気をつけましょう皆さん、はい、30% を維持してください、以下ですよ以下、うん、でも痩せすぎてちゃいけないから、痩せすぎてダメ、 18% 切らない、 18% は切っちゃダメです。この間で皆さん、はい、あの幸せに、そうです、そうなんです、うん、ね、美味しくいただいて、ね、美味しくね、いただいて、はい、うん、ただ焦げはねちょっと外しながら、そうですね、ね、あのあまり神経質にならずに、はい、美味しいものを美味しくちょうどいいバランスで取っていく、楽しく、楽しくですね、はいはい、バーベキューも先生、バーベキューなんてもう大好きです、大好きですもう焦げも食べたくなっちゃうんだけど、そこはもうちょっともったいないかもしれないけど削ってください、削って、はい、ね、お外でね、はい、みんなで仲間とね一緒に、あのそういう環境もいいですしね。そうです、先ほど先生おっしゃいましたの心の豊かさというかね、はい、もうすごく非常にその老化をね、あの、はい、健康長寿に対してはいいなというお話されてらっしゃる、ね、はい、何事もほどほどにというところで、はい、はい、はい、大変ですね、興味深い、あの楽しいお話を伺わせていただきました、はい、やっぱり人間の進化みたいなところもね、はい、含めての本当にあのすごくすごいメカニズムだなという研究だなというふうにちょっと勉強になりました、ありがとうございます、はい、次回はですね、糖化ストレスを減らすというところで先生に詳しくあのお食事法についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います、はい、はい、またよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、また。